法社会学は法にまつわる社会の現象を分析する学問、基礎法学の一つである。法社会学は社会における実体法、法制度がどのように現実に作用して現実に人々がどのように反応しているのかについての状況を分析して明らかにすることによって立法や現行法の運用の改善に応用することを目的とする。例えば、 日本は諸外国と比べて訴訟が少ないと言えるか言えるとすればそれはなぜかというテーマの研究は放射開学の領域であり、この点について日本において訴訟は少ないが、その理由は日本人が訴訟を好まないからであって、訴訟以外の紛争解決手段があればもっと多く利用される。との分析がなされば、これを応用して司法制度改革において、 ADR 等の制度を導入すべきとの提言をすることになる。日本の法社会学に先遍をつけたのは末広伊豆太郎である。末広はアメリカ留学時代に研究した社会学の成果を法解釈学に持ち込み、オイゲンエールリッヒに習い実生活に内在する生きた法と国家が制定した法律を区別する立場から大正末期から昭和初期にかけて 他に先駆け多数の論文を発表して、放射解学の基礎を築いた。末広は、生きた法である判例を研究し、その成果を法律の解釈に反映させることを主張した。この主張は、社会にある現実の紛争を分析することによって、その成果を現行法の運営の改善に応用するものであり、放射解学の法解釈論における一応用であると言える。その地位は、 アガツマヒサシを通じ、その弟子である、川島武義、星野栄一らへと承継され、現在も活発に議論がなされている。情景の流れとは別に戦争マルクス主義の立場から、渡辺洋蔵ら多数の学者が研究を始めて、流盛し、長谷川正康、家永三郎らに影響を与えて、クルス三郎と第一次崩壊者クロンソーを引き起こすなど活発な議論がなされたが、 その後学問としては没落した。ありがとうございます。